こんにちは、楽ちんおかちゃんです。今回はこれ、6月4日に御殿場にある富士山時空の森というところに行ってきました。実はですね、1週間前の5月27、28では御殿場バラ祭りというのをやってたので、ちょっと1週間ずれてしまって残念だったんですけど、まだ御殿場は標高が高いのでバラがたくさん咲いている状態でした。お母ちゃんの家では今バラを探してる途中なんですね。なのでここでいいバラはないかなとバラを見に行ったところです。園内には大きな屋根付きのイベント広場があったり、こんな風に自衛隊のヘリコプターが飾ってあったり、アスレチックパークや今流行りのアクティビティなんかもあって、お子様連れでも楽しめるパークとなってると思います。お母ちゃんもこれやりたいんですよね。少し残念なのが、ワンコが遊べるスペースがあまりないっていうことですかね。なのでピノちゃんはちょっとだけ駐車場の広場で休憩をさせていただいて、お家に帰ることにしました。潜ってちゃうの。これがピノちゃん発病前の最後のお出かけになったと思います。でもまだこれからどこかに出かけることもできますのでね、ピノちゃんが元気な時にお出かけに連れて行ってあげたいと思います。ちょっと木の下に潜り込んでっちゃって、ヒヤヒヤしたピノちゃんでお別れしたいと思います。これからもピノちゃんのことを応援してあげてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。またガーデニングの動画も見てくださいね。